らっしゃいませ。あ、おかんです。え、お母さん？愛ちゃんの激励にやってきた奥さん。オーナーが職人を目指し始めた当時の話を伺うと、服屋、他のね、うん、あの服屋に勤めてたのにいきなりだったので、もう明日からって何の用意もできてない。この子はまだ何歳？2歳ぐらい。もうすごい戸惑いました。へえ。師匠はお家でも、はい、あの細かいことって気にしたりされるんですか？全くないですね。家ではほとんど何もしません。テレビ見てるばっかりや、うん、数あるミシンの中にはオーナーの思い出が詰まった一台も。大阪へ帰って独立するっていう時に、まあ、その向こうであの業者さん の, そのミシン屋さんが、まあ、このミシン、まあ、古いけど独立するんやったらもうこれあげるって言って、でくれたミシンなんですよね。皿のものを買うぐらいかかっても直したいですね。職人ならではの道具へのこだわりと愛情。オーナーにとって理想のジーンズを作るためには欠かせない相棒なんです。